はい、こんばんは。こんにちは。今日はですね、玉運動チャンネルは玉運動のテーマを披露させていただきます。まあ私ちょっとバンド活動をやっているので、まあいろんなこうライブとかもやったりするんですけど、まあこうそういう普通のロック系のバンドなんですけどね、まあその音楽曲をやってる間に若干そのコマーシャル的に、入れてる曲です。で、南極運動のテーマという名前でやってます。ちょっと聞いてもらいましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。もし弘前さんにの6884です。今日は朝から天気がいいから緑茶を飲んでゆこう。国民のお茶玉運動、安くて味がいい玉運動運動、というような曲でございます。なんかキャッチーでポップでみたいな感じでしょ。まあそのライブの間にちょっとこの曲をかませていただいてですね、その代わり、ライブの後にはですね、若干その、ゲーム大会とかやった時に協賛を、お茶で協賛をすると、その代わりちょっとコマーシャルソングを流させていただくと、まあそういった思考でございます。まあ国民のお茶玉運動っていうことで、まあ私がちょっと作ったというよりも、実はこれ先代、私の父が昔ね、国民のお茶玉運動を安くて味がいいって口ずさんでたんですよ。まあ皆さんにもう一回だけサビを披露させていただきます。国民のお茶玉運動、安くて玉運動運動、ということでございました。まあ本日はこれだけでございます。ありがとうございました。